新オープニング完成なのだ。思ってたよりも、いい出来だにょん。お、業務からお褒めのお言葉をいただいた。まあ素人が、あれだけ作れれば十分でしょ。よかった。前回ダメ出しされてるから。あのオープニングは…なに、私こんなに…怖いかな。あれは、あの…ごめんなさい。みんな…ってあれは、大ちゃんが悪いにょん。いやー、まあそうだけど。だから、今回もダメ出しするにょん。え、今回はちゃんと気を使った。はず。オープニングじゃないわよ。その前に、あんたなんて言った？え、ひく、新オープニング完成なのだ。で、ひく、の字が、呪いになってたわよ。あんなの小学生でも間違いないでしょ。それとも、私に何か恨みでもあるのですか？いや、ありません。だったらサクッと、ヤブラを奪い返しなさい。オッケー、任せて。あ、味方さんが取り返した。そしてまたすぐに、奪い返されるのであった。あっぶねー、メガホンレーザーに当たるところだった。向こうにチャージャーさんいないから、当然あんたを潰しに来るわね。それって、私を恐れてるってこと？実力は、皆無だけど、遠距離だし、警戒はされてると思うよん。ついに私も、警戒されるまで成長したか。どこから、あいつはどこから来た？おそらく、あんたがいた高台横の通路ね。でも、随分えぐいとこから来るわね。正直、私も気づかなかったし、頭に来た。早いとこ、なんとかしなさい。大丈夫、私も今のはイラっと来た。ヤブラも進められてるし、まずは止めなきゃ。やばい、一気に来てる。でも味方さんも頑張って止めてくれたから。私もある程度周りを塗ったら、ヤブラに乗りに行く。ということは、いつもの、無言タイムが見れるにょん。あ、無言タイムとは、大ちゃんの集中力が最大まで高まり、活躍する時間のことである、わら。あはは、なんか、そう言われると、かっこいいね。でも、現に何回かそうやってチームのピンチを救ってきたからね。過言ではないにょん。うん、できるように頑張るよ。でもまずは、ヤブラを奪い返す。よし、一人行った。できれば、目の前のあいつも。そ、ゴムラッシュ終わった。味方さんが奪い返した。よし、ここから反撃いけるかな。で、誰もいない？おそらく隠れてるにょん。リードしてるし、潜伏して、取りに来たところを奇襲ってところかな。よし、一人クリア。あ、向こうまでは届かないんだ。それならこっちから。メガホンレーザーであんたを狙ってたわね。私だって機動力を身につけた。簡単にはやられないよ。よし、味方さんナイス。で、完璧ね、このチーム。息が合えば、いけるわね。私も負けてられない。行くよ、無言タイム。たWhat?
ごめん、ここまで進めるので、精一杯だった。大丈夫、あんたが進めたおかげで逆転した。味方さんも敵の裏を取れたし、一緒にいた人も下に降りて、敵を倒すことに専念できていた。じゃあ、次は、私が味方さんを守る。そう、それが連携プレイ。即席と早え、チームにはそれが必要ね。よし、勝った。目立って活躍したわけじゃないけど、まあチームには貢献できたでしょ。矢倉も進めたし、結構倒したと思うけど。さてさて、戦績は ?8 キルね。2桁いかなかったのは、物足りないけど、まずまずね。じゃあ、次行くよん。次は、まさば海峡大橋だな。ここって動画にしたことあったにょん。いや、正直覚えてない。私あんまり、自分の動画見ないからな。というか、ここのステージあんまり好きではないんだよね。確かに、あんたの苦手なかなりあるし、ステージ自体も入り組んでるから、シューされるし、すぐ裏取られるしね。そうなんだよね。壁登ってくるの、本当に辛い。矢倉はここの上にあるんだけど、今回は下メインで行こうかな。だからといって下にいると、こうなるんだよ。で今、3対1だったよね。下2人に、金網越しに1人。まった、勝てる気がしません。今更だけど、これ、まずいよ。で、私の存在に。おとり、でいいんじゃない?わら。幸い、味方さん強いみたいだし。それ、なんか虚しい。まああんたがクリアできればいいんだろうけど、おとりも重要よん。ジャージャーだし、おとりに向いてると思うよん。少しでも警戒されれば、少なからず視線はあんたに向けられる。そうすれば、周りの味方さんが動きやすくなるんじゃない?そう、今のあんたは、最強のおとり。ヨウム、聞いてもいいかな?最近、読んだ漫画は。配給を、少々。どう思った?リベロってかっこいいなって。嘘つけー。今の流れ、誰がどう見たって、日向でしょ、日向商用でしょ。そんなことはどうでもいいよん。あんたなしで、どんどん矢倉が進んでるよん。そうだ、今の私の一番の問題は、存在意義。どうやってこの試合で逃すかだよ。スプリンクラーでやられてるから、ある意味目立ってるよん、わら。そんなの、やだよ。てこれやばくない?味方さん生きてるけど、矢倉まで戻ってこれる。大ちゃん、ちょっと聞いて。味方さんが前線にいたことで、今相手からカウンターを受けている。おそらく数名が矢倉に乗っている、あの速さだから間違いない。今の、この試合のあんたの調子を考えると、あんたがおとりになるの。敵を矢倉から下ろして、味方が戻るのを待ちなさい。大ちゃん、聞いてる。嫌だ。何?おとりになるのは、嫌だ。おとりだって、分散させる大事な役目よ。そうだけど、そうじゃない。前回ヨウムはいつまで人に頼って戦ってるのって言った。そうだけど、ちょっと場合があるでしょ。でも、嫌なんだよ。味方さんにも迷惑かけてるし、あれは、私が止める。でも敵の数が多い、部が悪すぎる。そんなの問題じゃない。問題なのは、私がやれるかどうか。幸い私は遠距離のチャージャー。人数には勝てないけど、全く勝機がないわけでもない。それに一人でも倒せれば、その分味方さんも楽になる。第一、やってもいない勝負を、初めから諦めたくないんだ。わかったにょん、好きにしなさい。でもその代わり、ちゃんと、止めなさいよ。任せて、じゃちょっくらやってくるわ。ここから先は、私が通さないよ。行きたかったら、まずは私を、倒してからにしなさい。私だって、お前らにやられっぱなしで、借りがあるんだよ。そんな状況で勝ったとしても、まったく嬉しくないんだよー。止めた、大ちゃんが。一人で、止めた。よっしゃー。大ちゃん、喜んでる場合じゃないよん。カウントは大きくリードしてるけど、このままノックアウトしちゃいなさい。うん、矢倉には一人しかいないけど、やれるだけやるよ。大丈夫だよ、大ちゃん、味方さんがすぐに来てくれるよ。だからそれまで、絶対に矢倉を手渡しちゃダメ。ほら、あんたなしでカウント進めた最強の味方さんが飛んでくるわよ。そしてあんた、自分の仕事わかってる。味方さんと一緒に敵を倒すこと。違う、あんたは自分の身と矢倉を守りなさい。あんたがピンチを救ったの、味方さんにも見えていたはずよん。だから味方さんは、あんたをしっかり守ってくれるから。あんたは、相手から奪い返した矢倉を、最後まで進めなさい。押し切ったー。そうそう、それでいいにょん。
圧勝に見えるけど、今回の2試合で、大ちゃんの収穫は多いはず。次に行かせるかどうかは、別だけどね、わら。戦績も、こんなもんか。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。え、それ私の。大ちゃんの仕事取っちゃった、わら。最後に、オープニングでネタバレしてたけど、許してね。